してますか？何してるんですか？家はいろいろありました。今はあのレッスン場なんですけど、朝から何かがあって今空き時間です。次のお仕事までスピンなんですけどごめんなさいみんなあれじゃない、はい、そうですよ、みんなあれですよね、仕事中とかですか？休憩中？今何時や？ジオアンテマリンズ3連敗ほんまにな、2日連続完封負けでしたっけ、日ハムに。今日も可愛い、出店やのに可愛いって、ありがとうございます、嬉しいテイムホーさん、お星様ありがとうございます。見てください、こちらレイさんのお土産のおせんべいですね、これは、はい、マングラが29日までなので配信してますけど今回のナングラ何でしたっけ、ちょっとスピンは見せれないのでうん、おいしい。これ辛いんですか？あんまでも辛さ分からんかも。皆さんあの私のあれです、独演会申し込みましたか？申し込んでくださいね。申し込んだ人いますか？席埋まるといいな。あ、そうですか。まだ間に合います。あ、明日登録なんですか？じゃあもう一回あの応募してくださいって促しをかけた方がいいでしょうか？ターザンってこんな服着てんの？ターザン見たことないから分からん。ナンバーは雨ですか？いや、止んでますね、今。来てほしいな。配信がないので、配信がありませんので、よかったらね生で見に来てくれたら嬉しいですけど、なんか水着みたいに見えちゃうの、どうしたらいいんだろうひろすけくんもありがとう。でもないんですよ、配信ないからこそ楽しめありそうなのに。やったー嬉しい。でもまあ滑った時もおあいこと、おあいこ、おあいそ、ご愛嬌ということで滑ったらもうそのエピソードトークは一生しませんお蔵入りですね。だから自分も何がおもろくて何がおもんないかあんまよくわかんないんで、おあいそいや絶対アフター30ですよ、やだー入った人全員が面白かっただけ言って、あーどうしよう、おもんないって全員に言われた。え、だってさ今までさ MC とかやからさ、メンバーとかがリアクションしてくれて面白いとかあるやん。滑った時のこと考えたらメンタルがやられそう、どうしよう
みんな嘘でも爆笑してな。存在だけで面白い。じゃあ存在だけで可愛いの間違いでしょ。それはリボンの位置もうちょっと上がいい。テイムホさん、お城ありがとうございます。チュッ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 大好き。もし当選して入ったら人笑いもせん。やめてください。本当にそんな、やめて、そんな意地悪しないでくださいいつも愛想笑いやってる正直なんだろう、ほんまに怖いです。はい、レッスン着ですけど汗やばいです。もう暑すぎる。この薄着で暑すぎ。もらってはいけない毒やめてよ。もうみんなそんなやめて。笑うとき合図して、あ、なるほど、今笑ってって笑ってください新公演ではないです。あ、握手会と写メ会行くのでよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。笑えや、やばい口悪る名古屋タワーありがとう。じゃあこれは名古屋の分のおせんべいということで、お疲れ様でしたおせんべい一緒に食べようね。そのイベントもろいね、藤原社長。そのイベント面白い。じゃあ期生どんな子来てほしい。確かに今あれか、 NMB48 じゃあ期生オーディション中ですね。そうですね。わ、どんな子がいるんでしょう。なんかミヤ自分の名前でエゴサした時に自分のことを押してくれてる次期候補生の方がいらっしゃるみたいで、その子のことは見に行っちゃおうかな何番の子だったっけ、ちょっとあれなんですけど。89番さんが憧れはアダミヤさん。ん？113番ミエちゃん気になってる。気になってる気になってくれてるんやうん、吉村てっちゃん、お城ありがとうございます。てっちゃん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 ありがとう。すごい、何の日でもないのにみんなこんなにタワー立ててくれて大好き。何番だったっけ。113番さんと89番さん野球じゃないですか。野球さんと113番さん、43番さんも、あ、そう、多いですね。なんかミエが頑張ったってことですね。それだけ自分で言うな自分で言うなって感じなんですけどうん、リナピちゃん、ビギナー、え、ビギナーさんタワーありがとうございます。じゃあリナティちゃんはビギナーさんなのでべんべい丸ごとあげちゃいます。ミヤのプッポ付きです。プッポありがとうリナピちゃん、嬉しいバナさんの時代は来てないですよ。全然全然来てないです。まだまだダメですみゆちゃんに憧れてツインテールで入ってるみゆのツインテールではないけどね
嬉しい。もう覚えましたよ。掛け湯9番と113番と何番だか43番ですね。みゆちゃんね、憧れて NMB 好きなんで、憧れて NMB、 憧れるのはやめましょう。 NMB に加入しましょう。嘘ですよ。ありがとうございます。巨人は今日イオリが先発やから応援してな。無理です。今日はあの千葉ロッテはおそらく今日はロータンでしたっけ、先発。今日はロータンなので、あ、間違えた、佐々木投手なので、今日はロータンを応援します。ロータンですよね今日。カタンしかロータン、それな。マリンの到着、ん、いいな、楽しんでくださいね。うまやきくん、くまありがとう。プロ野球女子が面白かった、ありがとうございます。皆さん見てくださいましたか。まだ見てない人見てくださいね。あと宣伝することは25日ね、なんだっけ、メラメラ NMB に出るので、皆さん会いに来てください。約束です。会いに来てくれますか。ユナがお疲れ様でした。ユナが最後なので、メラメラに出るのが、なので皆さん会いに来てください。配信会いに来てくれないんですか。ミエは会いたい、ミエは会いたい。握手会和田さん売れすぎ問題、え、あれ売れてるんですか。全然 もっと完売、あ、もっと完売すると思ったんですけど、まあ、次ですね。今3時申し込みが終わって、あの次が4時かな、4時でどれだけ売れてるかあれですね。売れてる方なんかな、方ですか。わかんない。まああれですよね、リアルはみんな絶対最終的には完売するとは思ってるので、どれだけ早く売るかどうかですよね。そうですよね。なんかファンの人がなんか全然取れへんみたいな、確かにフルブスで完売すごいか。みゆもそういう先輩見てすごいなって思ってたから、自分が五部制とかやった時、フルブスこんな早く完売するのすごいって思ってたから、確かにそっか、なんか自分がそうなったらなんか感覚が麻痺してしまいますね。まだまだもっとみたいな思っちゃう。八部制ならんかな。全然もっとみんなに会いたいもん。7部じゃ足りないですよね。コジリンさんの次に売れてるって書いてある。ミヤの目標はコジリン、カリンさん超えなんで、やっぱもうカリンさんってレベチなんで、すごいですよね。まあでも八部制だと和田さんしんどくない。もう私どれだけ人のこと好きだと思ってるんですか。もう人と関われば関わるほど私はあの何ですか、パワーがアップする、人と関わるの大好き、もううーんって感じ、そのああお全部美味しいです、レッスンありがとうございます。
もうね、人懐っこすぎるので私はもうみんなとお話しするの楽しいので、もっといっぱい喋りたいですね。西武ファンでもよければ、うん、聞いてください。埼玉西武ライオンズ、あれですよね、甲斐野投手がいたところですよね、合ってますかでも枚数やから人数や、人数は2番目とか1人の人が爆弾に、いや私はね、いっぱいの人会いに来てくれてるんですよ。はい、いつもたくさん並んでる、もうだからまあ多い方ではあると思うんですけどね、人数も。甲斐野投手と同い年、私もですよ、同じ同郷っていうんですか、同郷ですし、おじ抹茶フラッペはほんまに美味しい、今まで飲んだ抹茶の飲み物で一番美味しかったです。何してるの今はレッスン上で次の現場入りまで待ってます。おせんべい食べながら。でも別に握手会を打ったから、いっぱい打ったからって私が前に出れることはないけど、いいんですよ、私は人と関わることが好きやから、みんなとたくさん話せることが嬉しい。まあ普通はもうちょっと上げてくれてもいいんですけどしょうがないですよね、だって別にダンスも歌も得意なわけではないですし、まあ顔は可愛いですけど今日はどんな服、今日はうん、ダルギみたいな感じですけどはい、10部でも何部でもオールで、オールで握手会ファンの人がしんどいなパプリカ花が咲いた晴れた空に種をまこうめっちゃ可愛いギフトありがとう、うまゆきくんハイタッチ会、ハイタッチ会、ああれかあれですね、アベノ90モールのやつね、うんうんうん、ん？どういうこと？小田さんが知るの珍しいから何グラ配信やとみんな思ってタワーたくさん投げてる、どういうことですか？何グラ配信だからタワー投げてるんですか？私いつもこれぐらいタワー立ちますけど今日少ない方ですよね。何グラはいつももう考えてるので、あとは投稿するだけです。本当に思いつかないときはファンの、え、ほんまに何気に自慢、そう、私の自慢するポイント一つです今日少ない方ですよね、タワー。そう、ほんまに思いつかんときはあ、そうなんや、何グラ歳までランキングとファンにプレゼントある、知らんかった。でも私のファンの人は多分それ目的で投げてない知らんかった、そんな知ってた、みんな初めて知った、それならはよ言ってやそうやったんや、ファンの人にも入るんや、めっちゃいい情報じゃないですか。じゃあみゆ、今日投げてくださった人のためにシノキエランキング入りします知らんかったよね、みんなえ、ほんまに知らんかった、じゃあそうやったんや、
顔見せて。え、ほんまにすっぴんブスすぎて。まあ、ブスではないけど。はじめまして。握手期間は厳しい。確かにね、握手期間だって確かにこのタワーのお金でいっぱい買える人もいるもんね。全然その気にしなくていいですよ。屋外の球団慣れてなさすぎて、ドゾマリン海の近くだから寒そう。え、めっちゃ寒かったけど天気いい日はどうなんでしょうね。でもやっぱり屋内の球場より屋外の方がすごい開放感があってなんか気持ちいいですね。そのマリンの風とかすごいささやかそよみたいな感じ。次もたくさん完売してるといいな。次はシャメ会も完売してたらいいな。見えてゾゾマリン行くとき一人で行って、そうずっと一人で行ってるから、あの一緒に行ってくれる人欲しいなって思ってます。誰か一緒に行ってくれませんか。大阪はあったかいですね。てかなんか蒸し暑かった。今日は雨が降ってたからね。確かにそよ風ではないな、すいません。今日楽天、お、いいですね、いいね。ツアー組むか、ほんまに行きたい。でもそんな大群でね行ったら絶対もしかしたらね邪魔になっちゃうかもしれない。本当に野球だけ好きな人は。みゆがねその始球式とかするなら10期生で野球好きをチェックしとか。確かにそうですね。皆さんコメントで聞いてみてくださいよ、野球好きな子。みんな10期以降の高校生で好きな、なんか気になってるメンバーとかいらっしゃるんですか。なんかこの子注目みたいな子いらっしゃるのかな。やっぱ配信の時点でなんかいるやん、注目株みたいな。エクボちゃんかわいい。なんなん、エクボがあるの。3人、3人だけは3人ちゃう、3人だけなんや3人は。もうその時点で大変やね。やっぱお笑い視点だと110度。うん、面白い子がいるんですね。43番の子人気ですね。43番ってあれじゃないですか、ゆうのこと気になってくれてる子ですか。ホークスファンやけどマリーンズファンに変えた。ほんまにいけんの。好きになってくれたの、可愛らしいですね。ありがとうございます。普段推し以外の配信見に行くの最高、いいですね。10期見る気ない。ほんまありがとう、いつもずっとそれを貫いてくって嬉しい。こんばんは、ん、久々ですね。そんなに57番いったか。おお、これ以上。確かにね、その大変ですよね、推しが増えれば増えるほど。みゆは今誰を推しているんだろう、 NMB とかじゃなくて。今何が好きなんやろ、何が今好きなんやろ。ねふたり教、お、いいですね。あーもうねふたり、あーもうねふたり、おー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 、そっと
ちゃん、そうでした、私は田村ほのさんです。あとは最近というか、まあ、好きなアーティストさんはこの間もおといたちに出演していたタンブレッダーさんとかですかね。本当にハンブレッ、発音が分かんないですね。ハンブレッダーズ、ハンブレッダーズ、ハンブレッダーズさんの BGM になるのよって曲が本当に良くて、なんか強くなれますね、その曲を聴いたら、ね、久々にあの曲をこの間聴いて泣きそうに、涙が出そうになりました。なんか自分の人生のプロローグ、プロローグ、最後、エンドロールか。自分の人生のエンドロールの、エンドロールがもしあるのなら、その曲を流して終わりたい。え、バンドでコピーした、すごい。そうなんや。ですかね。あとなんか最近 YouTube でファーストテイクに見るのが、見るのハマってて、メンタルピュア、ピュアです、ピュアピュアのピュアです。握手一枚も取れんかった、そんなことあります？ I'm リリン、寝癖いいですよね、寝癖いいね、もう安定、安定にいい。エンドロールやったことないね、難しい曲でしょ。最近あのゆうすけさんのひまわりをファーストテイクでやられてて、久々に聴いても言うたやなと思いました。スキズさんは見てないですね。ストレイキッズ合ってますか、ストレイキッズ、和田さんの握手が一枚、おありがとうございます、楽しみです。ね、1枚ね、1枚寂しい、1枚寂しいな、何話しますか。1枚見るさ、自分から話しかけてしまうからさ、もし話したいことがあったらもう止めてくださいね、そんなことを話しに来たんじゃないんだみたいな感じで本当に。お願いします、全然止めてください。やっぱね、絶対みんな考えてくるじゃないですか、お話、それをミユが遮ってしまったらね、あれなので。モメドクといつか何かあるの、そうなんですよ、ちょっといつかさ、みんなにお願いがあるんですけど、ちょっとゴールデンウィークじゃないですか、5月5日、子供の日じゃないですか、ちょっとミエとみんなデートしてほしいなと思ってちょっと誘ってるんですけど、あの予定開けてくれないかなって。開けてくれませんか、お願い、遊ぼう。前髪長くなってきた、アイロンしたいな、遊んでくれますか、遊んでほしい、一日ぐらいさ、家に寄って開けてくれてうまくない。何があるかは言えない、まあそのうち情報解禁されますし、前髪自分で切ってるの、うんうん、切ってない。白紙にしてくれた、嬉しい、うん。サラファンもメロメロなるわなこれ。なんかしましたか私。こっちから話さないと最後まで一言も話さず終わるメンバー多い、え、本当にそれマジでよくないですね、それはな、ミユが話しすぎなんかな、気になるやん、だってその人のこと
もうその少ない時間で全てを聞き出したいから見よう。松スタイル、まあでも松スタイルでもいいんかな、どうなんやろ。ダブルブッキング、ふざけないでください。余裕で当たり前にさ、ミユがさ遊ぼって誘ってんのにさ、誰との予定があるんですか。許せないです。お互い話すことなくなって黙るって言って、何事故やん。めっちゃおもろいやん。定期的に読める。ひどい。女の子が勇気を出してデートに誘っているというのに。あ、やばい、リボンが取れたらもう本当に大変なことになる。脱退やで、こんな。猫にそっくり、やばい。あ、野球の話とかしたい人はミユが喋り出す前に黙れって、野球の話をしに来たんだって言ってください。お願いしますね。10期最下に、もう無理や、もう無理、もうミユはどこのオーディションも受けれへん。バンされるし。シャム猫のみゆちゃん、お、どの部分ですか、シャム猫の。シャム猫の自分のポジションにしても、はるかさんのポジションにしても、ソロの歌割りがあるので嬉しいですね。シャム猫は日浜の話をします。日ハムだ。日ハム怖い、日ハム怖いよ。20枚ねえ取ってください。3番手のシャム猫は気合が入ります。こちらもです、こちらも同じ気持ちです。オニックスの話やめてくれ、嘘怖いよ。大好きだけ伝えに行くから、あとは話してください。わ、そんな恥ずかしくて照れちゃう。はい、ユニフォーム着て会いに行く。あ、全然ユニフォーム着てくれてた方が話しやすいですね。でそろそろちょっと配信終わろうと思います。皆さんね、こんな平日ですよね、今平日のお昼からたくさん見てくださって、いっぱいコメントくださって、タワーもありがとうございます。ひらすけくもありがとう。今からお仕事中の人もいるのかな、頑張ってくださいね。直近のイベントといえば、25日に、イエスシアターでメラメラ NMB48 があるのと、27日に、和田美優独演会があるのと、まだ応募受付中なので、皆さんぜひ気になった方は来てください。100個のエピソードトークのタイトルの中から、私がファンの人を当てて、どれを話してほしいかみたいな形式ですね。はい、もうあそこでお蔵入りになるやつもあれば、受けたらこれからも使われる話もあると思います。で29日ですね、29日になんだっけ、アベノキューズモールさんにてミニライブが行われるので、新曲の、はい、ですかね。
観覧は皆さん無料なので、よく観覧は無料ですので会いに来てください。ぜひ時間がある方は。はい、で1日と4日がチーム M の劇場公演があります。で皆さん、そしてそして5月5日はミエとデートです。はい、開けててくださいね。はい、ぜひ皆さんにたくさん会いたいですですかね、うん、あとはまた握手会と写メ会とオンライン話し会の受付もまた開始されるので、皆さんね気になった方はぜひ会いに来てください。お願いします。これで完璧かな。ゆうちゃん偉すぎやろ。ではランキング読みますね。出ます、5月5日マジで何やるんで。よくできました。はい、ん、何が見えますか。13位なつきちゃん、12位ほっさん、11位きまってぃ、10位たけぽん、9位佐世保のてっちゃん、8位よしもん、7位ジュリア、6位今ゆうきくん、5位ひろすけ、4位吉村てっちゃん、そして第3位なおや。今日もタワーありがとう。またちょっと公演が最近ないので会えてないから辛いです。そして第2位りなぴちゃん、りなぴちゃんもありがとう、嬉しい、また会いに来てね、大好き。そして第1位なん、あ、待ってねえ、名前そう意地悪言わんといて。あ、直接お会いすることは今まで通りないんで、あしからず。1位あいそんな名前にしないでよはい、分かりました、会いたいですけど。はい、でもいつもねショールームでお話できるので嬉しいです、ありがとうございます。まあ、よかったらね握手会とか来てくれたら嬉しいな、ミュウがいる間にまあでも劇場公演とかねたまに見に来てくれてるから。はい、名前ほんまやで、名前みんなに見れるほんままあでもね、いつもこうやってショールームとか1位になってくれてるからありがとうございます。ラジオ配信もまたしますね。今はねちょっと独演会の仕込みで、もう私はもうてんやわんやなのではい、またね落ち着いたら配信しますはい、今日も千葉ロッテマリーンズが勝てることを祈って皆さん頑張りましょうね毎日ありがとうございました、バイバイ、大好き。うん。